さくらちゃん、こんなこと言うの気持ち悪いかもしんないんだけど、でもなんかちゃんと言葉にした方がいいと思って言おうと思うんだけど、いつも一緒にいてくれてありがとう。本当？さくらちゃんも同じように思ってくれてるの？嬉しいな。ありがとう。うん、嬉しい。嬉しいんだけど、一つ疑いがあるんだ。さくらちゃんはさ、この世にありがとうって言葉がなくてもありがとうって言えた？俺はね、この世にありがとうって言葉がなくても君と過ごす時間からありがとうの5文字にたどり着いたよ。さくらちゃんはどうかな？ありがとう発見できた？仮にありがとうがない世界だとして、一緒にいる時間の中からありがとうを見つけた？どうかな？ありがとうって言葉があるから言ってるだけだったりしない？だったら悲しいな。どうなんだろう。例えばさ、例えばハンバーガーショップの店員はさ、ありがとうございましたって言うけど、あれはこの世にありがとうがあるからだよね。ハンバーガーショップの店員さ、ありがとうを発見しないよね。さあどうだろう。君はさ、ハンバーガーショップ側か、それとも僕か、どっちなんだろう。ありがとうって言葉、たどり着けた？たどり着けたんだ。よかった。ありがとう。うん。好き。うん、疑いがあるんだ。その好きっていう言葉はさ、好きって言葉があるから言ってるだけだったりしない？どうなんだろう。僕は君といる時間から好きの2文字にたどり着いたよ。君はどうなんだろう。例えばさ、ハンバーガーショップの店員は I'm loving it って言うけれども、あれは好きって言葉があるからそれを英訳してるだけだよね。なかったら言わないよね。どうなんだろう。君はハンバーガーショップなのか、それとも僕なのかさ、好きにたどり着いた？たどり着いたんだ。ありがとう。好き。嬉しいな。いやー、一日でこんなにハンバーガーショップって言ったことないや。ハンバーガーショップって変な言葉。ありがとう。好き。ハンバーガーショップって。ありがとう。うん。好き。うん。ハンバーガーショップ。疑いがあるんだ。さくらちゃん、ハンバーガーショップって言葉がなくても、ハンバーガーショップにたどり着いた？きっとさ、ハンバーガーショップがあるから、ハンバーガーショップって言ってるだけだよね。僕は違うよ。このように、ハンバーガーショップがなくても、ハンバーガーショップにたどり着いたよ。さあ、君はどうなんだろう。仮に、ハンバーガーショップの店員を考えてみよう。ハンバーガーショップの店員は、ハンバーガーショップがあるから、ハンバーガーショップの店員なんだ。さあ、どうだろう。君は、ハンバーガーショップの店員か、それとも僕か、どっちだと思う？その通りだね。この質問は、全く意味がないね。